どうぞどうぞ。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました村田春樹でございます。今日はですね、日本会議の本村社長さんはじめ、各界の、著名人の方々にご招待いただきましてですね、このような立派な会場で、お話しさせていただくというこういう、ことになりまして、心から、感謝申し上げます。私はですね、久留米にですね、来るのは3回目です。13年前に、私の息子がですね、幹部候補生学校に入校しまして、その時家族でですね、入校式に参加したのが私です。12年前にですね、息子が卒業しましたので、卒業式にですね、やはり、行かないと思います、うん、やってて、やっててもう満タンだから、やってまいります。残念ながら卒業式の当日はですね、あの東日本大震災の当日でございましたので、卒業式が中止になっちゃったんですけど、ほぼ共同のですね、分裂行進をですね、やれることだったんですけども、残念ながらそれを見てみることがなかったんです。幹部候補生学校ご承知の通り大変厳しい訓練を何ヶ月もやりまして、卒業生はみんなですね、最後に何て言っていくかというと、久留米、二度と久留米と言ってですね、去っていくそうなのでございますが、私は今回、3回目やってまいりました。昨日からですね、来まして、私は寂しがり屋の方ですから、よく あちこち日本全国講演して歩いておりますが、常に美女軍団をですね、率いておりまして、今日もですね、15分ですね、関東地方、関西から、東北からですね、美女軍団を連れてやってまいりました。さて、今日ですね、これから教室について1時間お話ししていただくわけですが、その前にまずですね、今日のところですね、建国記念の日についてちょっとお話しさせていただきたいんですね。先ほど本村社長さんからお話ありましたんで、まあ屋上を大きく重ねることになってしまいますが、明治6年の10月の太政官復刻でですね、こういったですね、祝日が決められたわけですね。で、この時に元始祭、紀元節、天朝節、この3つをですね、特に大事なところとしてですね、これ三大節というふうに言われるわけですね。そして、三大節の、後にですね、昭和になりまして、明治節、10月3日が加わりまして、これは戦前、四大節、または四大節というふうに言われるようになりました。新年節、紀元節、天朝節、明治節。先ほど、本村社長さんのお話がありましたけれども、GHQ の主義について、祝日法が改正されてしまったんですが、明治にですね、どういった動きがあったかと言いますと、まず、明治5年に天朝節が制定されて、6年に紀元節、そして13年にですね、現代の君が代が初めて演奏されます。これ11月3日です。その前は君が代がなかったんだから、あったんですよ。これ別の節なんですね。で、明治21年にはですね、今の君が代を諸外国に日本の国家にすると言って設置をし、明治22年には憲法皇室典範を発行、23年教育勅語、そして24年にはですね、各学校に御神栄を配ったですね、この四大節、当時三大節には万歳の再敬礼を行ったと。そして26年に唱歌を約束制定しまして、この唱歌を歌うということを決めたわけですね。この8つの唱歌がですね、筆頭がまず君が代、直後放送歌、1月1日年の初めの神祖節でですね、原始祭、原節の歌、今あなたが歌っていただきました神奈川祭、天朝節、新潟祭、
こういうふうにですね、8つの評価が決められたわけでございます。さて、私はですね、ちらちら考えるんですね、この2月の11日はですね、どういう日だったのかな。じっくり考えてみますと、まず、先ほど本村順三さんのお話がありましたけども、2683年前に神武天皇が国を開かれた。神武朝国ですね。そして、この日は憲法記念日だった。2月11日は明治22年の2月11日に大日本帝国憲法が決められた。ですから、この日は憲法記念日で、私は5月6日が憲法記念日だというふうにはですね、あまり考えたくないなと思います。そして、同じく2月11日はですね、皇室典範が制定された記念日。そしてですね、宮殿落成記念日なんです。宮殿っていうのはですね、実は、明治維新になりまして、江戸城の西の丸に新政府が入ったんですけども、火事でやってしまいまして、そして、明治6年から明治22年にかけてですね、新しい宮殿を作ったんです。その宮殿を落成して最初のですね、お披露目がこの2月の11日です。ですから、私はこの日をもってですね、大日本帝国という国がですね、できた。まさに、これは神武朝国以来の2回目の建国記念日だというふうに思います。それから、後から申し上げますけど、この日はですね、万歳記念日でもあるんです。万歳記念日。まあ、その方がですね、最後の日、復権記念日とかいろいろありますけれども、まあ、水賢宮のですね、牧偉人の神、安信様ですね、あの方もこの日に復権されております。さて、今、万歳記念日と申し上げましたけれども、これ、万歳やですね、これ、令和元年中学のですね、即位の例の時の安倍晋三世相の万歳。これ、万歳はですね、もともと、どういうふうに叫ぼうかっていろいろ検討されたんですよ。で、会議が開かれて、最初ですね、法華というふうに言おうかと。法華。いうふうに決められたんですけど、法華、法華、法華とですね、3回繰り返します。これ、あ、法華に行ってしまいますね。それはまずいんじゃないかというのでですね、万歳になりました。この憲法発布のですね、明治22年の2月11日、この日ですね、東京は午前中から雨、雪が降ったんですけども、昼に晴れまして、午後から寛平式が行われるということで、これ桜田門からですね、行列がですね、馬車が明治天皇昭憲皇太后を乗せた馬車がパカパカと出まして、この絵の左の方にですね、上りを持ったですね、第一高等学校、野生東京帝国大学の学生がおりまして、彼らが初めてこの時に万歳を叫んだんですね。ですから、先ほど言いましたけど、この日は万歳記念日でもあります。後ほど、今日ですね、万歳をしていただくみたいですけど、皆さん、万歳記念日に万歳ができるというのはですね、非常にいい日なのかなというふうに思います。これは今申し上げましたけど、明治宮殿ですね。残念ながら、昭和20年5月25日の大空襲でですね、全焼してしまいました。しかし、これ素晴らしい宮殿がですね、明治22年の2月11日に、されたわけです。先ほど皆さんの歌っていただいた紀元節の歌ですけれども、これは明治26年の制定ですが、高崎正和という方、この方がですね、作詞をしました。雲にそびえる高千穂の高根を知り草の木で、この方がですね、実はね、水くかばねという歌も作詞してるんですよ。で、これ水くかばねというのはどういう歌かというと、皆さん、海に浮かばご存知ですよね。これ、海に浮かばというのは昭和12年にしたんです。と、昭和12年より前にもですね、戦死された方、大勢いらっしゃるんですよ。そういった方たちの時の書ける曲というのが、この水くかばねとか、国の沈めとか、こういう曲が書かれたんです。で、作曲したですね、伊沢修司さんという方は、これは、台湾のですね、四山岩事件で、六四先生がこれ、台湾のですね、蛮族に首を切られてしまったわけですが、
沢先生はですね、東京に用事があって帰って出張してたものですから、一命を取り留めたわけでございます。さて、このですね、明治5年にですね、紀元節を決めたときにですね、これ、ダチョウ館方向ですね、まあ、見てみました。今般の最高歴、ご飯方、神武天皇御即位をもって起源として、定められ候の月とありますね。それから太陽令ご飯公神武天皇御即位をもって起源と定められる月11月25日御祭典明治5年大長官公等とありまして、まあこういうふうに神武天皇神武天皇というふうにですね、必ず起源説は神武天皇ですよというふうに強調されてたわけですね。明治6年、神武天皇御即位の日、紀元節と称せられた。今般改暦につき、上司の端午、七夕朝陽の御説を廃止、ね。つまり、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日の節句を廃止してですね、神武天皇御即位の日、天長節のをもって、自己の祝日と定められそう。というふうに決められて、つまり、要するに神武天皇の日なんですよってことが言われたわけですね。ところが、先ほど本村市長のお話の通りですね、この祝日は廃止されました。これをなんとか復活したいということで、さまざまに議員さん頑張ったんですけど、昭和32年にはですね、議員立法を提出したんですけど、参議院で審議微妙で、以後9回ですね、廃案だったんです。出しては廃案が出したからね。昭和38年はですね、内閣委員長はですね、なんと反対する国会議員に突撃されてですね、散々殴打されてですね、負傷して入院したんです。そこまで反対するんですか。すごいです。で、最後にですね、反対勢力をですね、じゃあ建国記念日がないっていうのは、人間で誕生日がないのと一緒ですから、そんなのおかしいだということで、建国記念日を作ることはこれはしょうがないというふうに彼らも、妥協したわけですが、日にちが7月11日はダメだって。当時最大野党の不快党は5月3日の憲法記念日を建国の日にしなさい。創価学会は4月28日にしなさい。これは4月28日、講和条約のものですからね。昭和27年の4月28日に講和条約が発行して、民社党朝日新聞に4月1回したんです。なんだこれは。聖徳太子の17条憲法ってやつ。古いですね。結局最終的にですね、昭和41年6月にですね、この法律は制定しますけども、日にちを一律したということは、これ内閣一律されたんです。で、内閣はですね、審議委員に諮ったんですね。審議委員10名がいまして、大谷総一は辞任して9名になったんですが、9名中7名は2月11日を主張した。で、1名は元日を主張した。1名は立春だ。これが春になるので、僕ね、建国とね、立春とどういう関係なのかな。例えば、じゃあ、元日だったらその前も御所までは日本はなかったのかいと。どんな国だったんだ。実春より前は何だったんだ。変でしょ。で、昭和41年の9月にですね、大規模世論調査が実施されまして、その時にですね、建国記念日をいつにしたらいいかということで、なんと 47% の人が2月11日が日。一度もいいよ 12%。5月3日が 10%。わからないの 7%、17条憲法の4月3日が 6%、4月28日が 5%、8月15日 1%、元日立春は 0.5%、当たり前ですよね。要するに、反対する人たちの代表がなかったんです。2月11日以外に建国記念日というのは考えられない。で、この時ですね、反対した人たちは、2月11日を憲法記念日にすると軍国主義が復活するというふうに激しく反対して、ま
そしてその後軍国主義が復活しましたか？全く復活しませんね。しかも他の被害という人も全く聞こえてこない。私ははっきり覚えてますけど、最初の2月11日は42年ですけども、東京は大雪が降りました。で、この時ですね、この日が休日になるとって反対してですね、大学生、反対する大学生とかですね、学校の先生たちはですね、休日反対と言って、わざわざですね、学校に行ったんですよ。学校に行って反対してやったんですよ。これ毎年やるのかなと思ったらですね、2、3年で亡くなって皆さん休日を楽しむようになったので。で、最終的にですね、建国記念日はダメだというふうに、最後の最後まで社会党が反対してですね、建国記念の日になったんですよ。変ですね。どこが違うのかな。さて、ちょっと話が違いますけど、皆さんこの方なんて、右側の人は何て呼びましたか、お名前は。九条節子じゃないんですよ。これ、九条貞子ということです。貞子。節という人は貞子なんですね。この方、昭和天皇の母親なんですけども、大正天皇の高校、清明高校ですね。節子という人はですね、礼節とか、節操とか、定節とか、変節とかです。節というのは決して負けてはならないもので節というんですよ。ですから、これ竹の節から来てるんですけど、竹の節って硬くて全然回らないでしょ。ですから、節ですね。私は、建国記念日もいいですけども、やはり危険節というですね、この節の字をですね、復活してほしいなと思うんですね。なぜなら、うっかりすると、この日はですね、変えられてしまう可能性があるんです。例えば皆さん考えてください。台風の時ってどうなりますか？最初10月10日だったでしょ？今どうなんですか？成人式実施した1月15日ですね。もう変えられました。月曜日です。ハッピーマンデー。どんどん変えられる。7月20日、海の日だったのは、今、月曜日になりましたね。これ下手するとですね、天皇誕生日、天皇節も、言えると変えられちゃいます。月曜日です。そんなことないだろう、お前。あるわけないじゃない。いや、あるんですよ。アメリカに来てください。この方、ジョージ・ワシントン、建国の父。1732年2月22日生まれですけども、今、アメリカではですね、2月の最終月曜日です。ありえます、皆さん。私は絶対に変えてはならないという意味で節を使っていて、今の法律ではですね、建国記念日は建国を忍び国を愛する心を養うということになっています。今ね、私ちょっと海の日の話しましたけども、海の日というのはなぜ7月20日なのか。これ明治9年にですね、明治天皇が初めて青森からですね、船でですね、横浜に上陸した。上陸した日をですね、7月20日、これを海の記念日にしたんです。明治天皇からになって。ですから、青森でですね、ものすごい立派なですね、石組みが建って、記念碑が建ってまして、港に。そして、この日に、明治天皇はここからお立ちになって、到着した。横浜にも立派な記念碑があります。そして、青森の記念碑はですね、7月20日、海の記念日はここに由来するというのをはっきり書いたんです。私見てきて、なのにいつの間にか月曜日に、もう呆れたのは山の日ですよ、皆さん。いつだか分かりますか？山の日、いつだか知ってる方でいらっしゃいます？いらっしゃらないでしょう。8月11日なんです。で、これね、8月は休みじゃないから、この辺に持ってこうとしたんですよ。それだけなんですよ、理由は。で、なんで11日なんですか？8は山でしょ。11は棒が2本だから、林、山と林を愛する日なんだ。もうね、私いい加減にしなきゃいけない。あくまでも海の日は明治天皇、そして山の日をもしね、制定したいんだったら、私はね、大正12年の7
大臣のうちの昭和天皇、7月27日、この日を山の日にすべきじゃないでしょうか。私はそう思います。さて、ありがとうございます。盛大なパラパラの話ですこれはですね、昭和10年の新聞ですけども、こうパッと見るとですね、この大きさでですね、戦争説で違うってことが出てますね。そして、戦争説、完全のですね、規模を超えてですね。これは、その場合、ラジオ番組、ゴジラ、海番の人、なんだこれ。これ、反対の部分ですね。今日の番組、ラジオ。当時はラジオしかない。しかも NHK 一局しかないですから、これ見てください。午前6時30分、ラジオ体操、9時半、公式消化、紀元節消化、君はよ、10時、建国祭、式典実況中継、上野公園。ね。建国、公使はですね、建国ご精神の名帳を期す、海軍中将何のためだ。午後6時、子供の時間、子供に扮し第2回、神武天皇ご即位。6時25分、公演、神武天皇の公共と全教の改革、文学博士の植木直一郎、7時30分、建国の夕べ、吹奏楽陸軍座山学校文学大、8時、琵琶、福岡国方、8時50分、ドラマ禁止。まさに神武天皇と建設一色ですよね。今、日本のテレビ番組で、今日一日で神武天皇の事務所で放送されますか？全くないですよね。私は本当に残念。これはその日の勇敢です。こんなに盛大にですね、ものすごい人はですね、明治神宮や安倍神宮を訪れたということをですね、報道されています。こちらも、これ右側の女性はですね、バスの女性の車掌さんですけども、なんか、神武天皇のこの、自然でバンバーンって言ったらですね、車に跳ねられて亡くなってしまったということが書いてあります。どこの国もですね、建国記念日はですねあります。そしてどこの国でも必ず軍事パレードはあります。フランスもそう、アメリカもそう、これは中国もそう、みんなやってます。今日午前中久留米駐屯地行きましたけども、もちろんパレードあの日もございます。ついでですけど、これタイのですね、天皇誕生日です。国王誕生日。私、12月に行ってまいりましたけども、すごいですよ。国全体がもう、ほとんど反響なの、これ私ですけど。これ、防衛省の前です。タイの防衛省です。これ、空港です。どこ行ってもどんな言い方に行ってもですね、もうこれ、一色です。私、タクシーに乗りました。運転手がバッと振り向いてですね。なんで振り向いたか。ロングプレイス、ロングライフ、キングプリポン、プリポンポンコールをお願いします。タクシー全部に書いてあって、運転手が僕に言うんですよ、そういうふうに。黄色いシャツ着てると、ものすごい男を早速買いました。モテましたよ。見てください、これ。生まれて初めて僕は女性に持ってたから、この黄色い服のおかげで、すごかった。私は大国に学ぶべきだったな、というふうに思います。祝日の3要素、まず旗を立てましょう。そして、日本の将来を祈りましょう。そして、歌を歌いましょう。ということで、今日皆さんやっていただきましたけれども、これが私、祝日の3要素だというふうに思います。さて、前置きが長くなっちゃいましたけども、皇室について伺いたいと思います。本題に入ります。昭和20年に日本は戦争に負けて焼け野原になりました。これはその時の東京の様子、ひどい状況になりましたけども、これは8月15日正午に局方放送がありまして、国民はみんなですね、戦争が亡くなったことが分かって、続々と東京前広場に集まったんです。その時の写真です。で、こうやってですね、まあお辞儀するんですけど、この時のルポルタージュが私たちに見つけたんですね。読みましょう。静かな夜から
いながら、そこには嵐があった。国民の激しい感動の嵐であった。広場の柵を捕まえ泣き叫んでいる少女があった。日本人であった。みんな日本人である。その日正午、その耳に入った国音が深く胸に刻み込まれているのである。ああ、今日この日、このような天皇陛下のお言葉を聞こうとは、誰が想像していたであろう。戦争は来てる。国民の一人一人が、あらぬ限りの力を出し尽くせば、大東亜戦争は必ず勝てる。そう思い、そう信じて、この人たちは、昨日まで空襲を恐れず戦ってきたのである。それがこんなことになった。あれだけ長い間苦しみとせず、耐え抜いてきた戦いであった。泣けるのは当然である。群衆の中から歌声が流れ始めた。海浮かばの歌で、一人が歌い始めると、すべての者が泣きだくりながら鳥に昇華した。大喜利の手にこそしながら耐え切らせず、この歌声もまた大内山へと流れていった。大内山というのは皇居。また違った歌声が右の方から起こった。君がよくある。歌はまたみんなに昇華された。ああ、天皇陛下の本耳に届き参りましたであろうか。天皇陛下お許しください。天皇陛下、悲痛な叫びがあちこちから聞こえた。一人の青年が立ち上がって天皇陛下万歳と、あらぬ限りの声を振り絞って放送した。群衆の後ろの方でまた天皇陛下万歳の声が起こった。将校と学生であった。土下座の群衆は立ち去ろうともしなかった。歌っては泣き、泣いては無駄だった。通勤時間に、夕方ですね、この群衆は二重橋前を埋め付けしていた。これ、翌日8月16日の朝日新聞の記事なんですね。朝日新聞、素晴らしいですよね。第一次世界大戦でドイツ帝国の皇帝はどうなったか。負けてですね。第二次世界大戦でオスマントルコ帝国の皇帝はどうなったんですか。オーストリア帝国の皇帝はどうなったんですか。ロシア帝国の皇帝はどうなったんですか、ね、第二次世界大戦でギリシャの国王はどうなったんですか。イタリアの国王はどうなったんですか。語りませんね。でも日本では真逆の状態が起こったんです。天皇陛下申し訳ありませんでした。万歳。全く正反対の状況が起こりました。朝日新聞続けます。今日も明日もこの国民の声が聞くであろう。明日も明後日も海浮かばは歌い続けられると。民族の声で大御心を包帯し、苦難の生活に突進せんとする民族の歌である。日本民族は破らせなかった。私は心から写真を見ました。そして天皇陛下はですね、敗戦に打ち裂かれてですね、国民を激励するために昭和21年の1月からですね、全国ご巡行に向かわれたわけでございます。これこの時の昭和天皇ですけども、これ見ると前の方でお年寄りがもう座ってますね。ね、後ろは立ってます。これは、学校に行って撮っていた時に子供たちを激励する。さて、昭和20年5月25日の大空襲で総教育を焼けました。3階から上を焼けましてですね、無残な姿になりましたけど、応急的にパンパンパンとベレーダーをつけてですね、応急で直したんですけども、まあこんな状態だったわけですね。最近、元に戻せました。復元されました、3階建てに。復元されました、新しい建物になりましたけども、こういう状況です。昭和天皇は、あちこちに全国を巡行されるときに、東京駅のこの真ん中のですね、正面玄関があります。いつもはそこは閉鎖されてますけども、天皇陛下が来られるときはですね、そこが開くようになって、日の丸の方が来ます。で、中の記事室でお休みになって、それから記者に乗られることになってます。寒い雨にですね、昭和天皇が、お召し列車にですね、乗られて、いよいよ出発することになりました。国鉄という組織はですね、警察と同じでですね、
非常にキャリアと同キャリアというのは厳しいんですね。東大でのキャリアというのはそうじゃないです。全然違うんですけど、東京駅の駅長というのはノンキャリアの叩き上げの駅長、叩き上げの国鉄職員のですね、憧れの最終ポストなんです。最高ポストが東京駅の駅長なんです。で、この東京駅の駅長になって、お召し列車の発車のですね、ホイッスルを吹くというのが、これ、国鉄マンの最高の夢なんです。ですから、礼服に身を掲げてですね、東京駅で、まさに一世一代の輝かしい日をですね、駅長は迎えられます。昭和22年の寒い秋ですね、いよいよご出発になった時、駅長はですね、張り切って、ホイッスルを吹こう、今日、最高だ。朝からもうお風呂に入って身を清めてですね、新しい下着を着てですね、ピカピカの制服に身を固めて張り切っている。その時、お見送りの人たちの周りにですね、通りかかった駅の電車に乗る人たちがですね、ものすごい数が、全然増えたらいろいろで集まってきたわけです。大変な群衆がこの通り。反対側の方もね。さて、1分1秒の狂いもなく発車して、1分1秒の狂いもなく到着する。お召し出しとは1秒も狂っちゃいけない。これが国鉄の心です。この時、液晶もですね、時計を見て、ぴったしの時間にホイッスルを朗々とですね、吹くところだった。ところが、いよいよホイッスルを吹こうとしたらですね、この貧しい格好したですね、もうボロボロの服をまとった当時の敗戦国民日本人がですね、大勢の群衆の中から自然発生的にですね、誰かが君の名を歌い始めた。それがですね、2人10人100人となって大合唱になったんです。この時ですね、時間が来てホイッスルを吹こうとした駅長がですね、ホイッスルを吹かない。お付きの人がね、液晶、吹かなきゃダメだ、耐えろと思うんだ。機関車のですね、運転手が、あれ、なんでホイッスルにならないんだ。出られないんだよ。液晶は、その君が代がですね、大群衆の歌う君が代が、二度三度、ホイッスルを吹かなかったんですよね。そして、やっとですね、何分か遅れてですね、駅長はホイッスルを思いっきり吹こうとしたけども、鼻水でツルツルとですね、ホイッスルがシュル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 とですね、情けない音で。そして、汽車はガタンガタンとですね、出発した。お召し召しが遅れる。国鉄改革以来の不祥事。この駅長はですね、お命が仙台に残ったでしょうか。私はそうは思いません。駅長はこの自然発生的な君が代を、茶中の天皇陛下に聞いてほしかったんじゃないかな、というふうに私は思います。さて、こうしてですね、天皇陛下はあちこちをご巡行されたわけですね。見てください、これね。ちゃんと看板があるんです。留守家族なんてのは、留守家族なんだこれって。要するに、お父さんが出征しちゃって、ね、まだ帰ってこない。南方にいるのか、シベリアに抑留されたのかわからないけれども、そういった子供たちがここで集まれる。で、いつもですね、最前列は遺族です。遺族の方さ、前へいらっしゃい。そして遺族の方は位牌を持ったり、遺影を持ったりしてですね、陛下の前に立たれるわけです。私はですね、つらかったと思いますよ、昭和天皇は。だって、傷痍軍人とかね、戦争未亡人とか戦争維持がですね、つらーっと前に並んでるところを歩いてるわけですよ。つらいと思いますよ、私は。昭和21年の初めての川崎横浜のですね、激励の募集
ちのですね、家計さんという学者がいたんですけど、彼は立ち残ってます。この時、天皇陛下は全身で泣いています。これはですね、天皇陛下のですね、お車がまた演奏されてるんですね。みんなでわーわーしてるわけです。これは、筑後炭鉱、炭鉱に行かれた時の、校内に帰って行かれた時の天皇陛下。これは、仮設住宅ですね。仮設住宅、いわゆる引き上げ山、戦災山住宅を激励していた時の天皇陛下。さて、昭和25年の5月24日、すみません、訂正します。5月22日ですね。なんで大丈夫だぜ。5月22日に訂正します。8時50分、ね、戦争理解時、救護、休養所、先進所、というところがですね、佐賀県の木山町というところになります。ここに昭和天皇が巡行されます。この時お迎えになったんですね、佐賀県の県知事、沖森健一はですね、ここで天皇陛下じゃないなんて挨拶するわけですね。何代ですか、ちゃんと記録残ってる。本日ここに90万県民が久しくお待ち申し上げておりました。天皇陛下をあなたにしていって、ここで彼は絶句して、その後全く喋れない。絶句して。これを見ていたんですね。この先進堂ね、先進山院通寺というお寺の住職はですね、あ、県知事さん、だらしないな。やっぱり、あなた、ちゃんとしなきゃダメだと。俺はちゃんとやるぞと言ってですね、この人、院通寺の住職、調べ神田さんという方はですね、当時28歳の青年です。昭和天皇御年、高三たどりで48歳。この調べ神田さんの方ですね。本日ここに一点万丈の大君をこの山深き故地にお迎え申し上げ、感激ここに着いたるものはありませんと言って、本人もここで絶句して、この後続かなかったんです。で、お月のです、天皇陛下の侍従のですね、侍従がこの住職の背中を撫でてですね、頑張れ頑張れと言ってですね、最後まで背中を撫でて、やっと最後、彼は読み終わったということです。この院通寺でですね、こういう記録がありますね。九州の佐賀県にある院通寺というお寺での出来事です。そこには戦争理解者というのは先進寺がありました。そこで40人余りの引き上げ孤児と、繊細孤児が顔を寄せ合って暮らしていました。先進堂には小さく振り返った部屋が一つありました。その一つ一つの部屋に陛下を入っていかれ、子供たちに優しく声をかけられました。ある部屋に3人の女の子が並んで座っていました。真ん中の女の子は2つを振り返り持っていました。天皇陛下に聞かれました。お父様とお母様のお部屋に入って、知った母に入って、どこでお亡くなりになったの？父はシベリアで名誉が戦死しました。母は引き上げの時に強くなっておりました。お寂しい。私は仏様の子ですから寂しくはありません。父に会いたくなったら私、母に会いたくなったら私は仏壇の前に座ります。そしてそっとお父様、お母様と呼びます。すると父と母は、私も優しく抱いてくれます。だから私は寂しくありません。女の子はそこに来るまでのことを陛下に言うと感じました。陛下はこの話をうんずっと聞いて聞かれましたが、ああ、仏様の子はお幸せだね、これからも立派に育っておくれよと、右手で女の子の頭を優しくなでられました。その時、陛下の目から母から大粒の涙がこぼれてきました。その女の子は陛下を見上げて、お父様と言いました。亡くなったお父様と言って、48歳の天皇陛下が、同じ年に見えたんですね。その場合にいた人たちは皆捕らえない人たちです。陛下は喜怒哀楽をあまり出さねえからだったのです。それは天皇とする者は、みだりに喜怒哀楽を表してはならないという帝王教育のやるものでした。皆さん、僕たちは、我々は昨日ですね、この院長に行ってまいりました。ここから帰
近いですよ。そのさっきの調べ天奈さんという28歳の方のお孫さんが今住職をやってらっしゃいます。調べたんですけども、これ県道からインドに帰ったんです。すぐ分かる。こう入っていくんですよ。これは立派な建て替えだったんですけど、そしてこの時のことをですね、昭和天皇は後に、女性によるんですけど、御仏の教え守りってすくすくと追い育てる時、ご覧に立ちながら、この女性をですね、この金に掘り込んであります。皆さんぜひ行ってみてください。これを昨日行ってたんです。そして左側にはですね、行幸の記念碑が立っておりまして、この行幸記念碑にもですね、この女性が北に来られております。これですね。さて皆さん、日清戦争という会社に、これ聞いたことある方があることを思い浮かべますよね。年配者は分かると思うんですけど、上皇后陛下美智子様のご実家、日清製粉。日清製粉の工場がですね、実はこの木山町の近くにあったんですよ。今の鳥栖市にあったんですね。日清製粉、この仁通寺の後ですね、昭和天皇はこの鳥栖のですね、日清製粉の工場に行かれまして、正田秀三郎さんとですね、親しくお話をされます。この時、昭和天皇のお子さん、つまり皇太子殿下は16歳、美智子様は15歳。まさかお二人の子供が結婚するのは、当時、お二人とも夢でも思ってなかったわけですけど、たまたま年というところでですね、これまで発見しまして、昨日、日清製粉この鳥栖工場の跡地に来ましたけど、まあ、売却したものですから、今、家業も形もあります。さて、この後ですね、長崎に行かれましてですね、三菱基金会にご出発され、5月29日午前9時25分、長崎駅をご出発されて、諫早駅、肥前山口駅、そして鳥栖駅を経てですね、午前1時10分、久留米駅に到着されました。同駅には砲撃のため、多数の市民がご両者の信仰がままならないほど参照しました。昭和天皇に書いてある。昭和天皇は昭和21年から29年まで8年間全国各地を巡行されましたけれども、ご両者の信仰がままならないほど参集するということがですね、昭和天皇とスーツに書いてあるのは久留米だけなんだ。よほど久留米という場所はすごかったんだ。これで大歓迎で、私は感心します。これがその時の C57 機関車。そして午前11時15分には日本タイヤという会社にですね、同行されました。日本タイヤ、今のブリヂストンタイヤです。このブリヂストンタイヤの久留米工場、私らが今朝行ってきまして、正門前にですね、立派な行幸記念碑が建ってます。見てきました。休日だけども特に頼んで中に入れてもらいました。さすがね、ブリヂストン一流企業ですね。中にですね、石橋正二郎さんが昭和天皇に読んだですね、言葉が全部取り込まれてました。皆さんぜひ行ってみてください。この後、久留米医科大学、今の久留米大学医学部に行かれ、その医学部のグラウンドに砲撃場があってですね、そこで壇上に登って皆さんの歓待を受けられたんです。その後、日華ゴム工業に行かれました。日華ゴム工業というのは今のムーンスターです。ここもですね、電話してですね、私中に記念碑ありますって、残念ながら記念碑はない。ただ写真、会社の社の歴史にはですね、ちゃんと写真も一緒に書いてあるということです。日華ゴム。その後、西町の戦災者引き上げた集団住宅、これはですね、今のですね、南町にあるですね、花園市民、花園市営住宅、今日、今朝行ってきました。もちろん全然見るかじゃないです。市営住宅、県営住宅とか昔なかったんです。戦後、戦災者と引き上げ者のために作られた仮設住宅、これが今の市営住宅、県営住宅の走りなんですね。だから、久留米もそういうことになります。この後ですね、屋根の工芸場に行きまして、ハイヌ塚中学のグラウンドで工芸。これ、ハイヌ塚中学って今でもあるんですよ。
と電話してですね、記念碑になったって言ったら、なんか、剣もボロボロに言われちゃいましたけどね。この後、八女郡の水田村というところに行ってですね、そして矢川町に行って、最後は船小屋樋口というところに今泊まったんですけど、ここにお泊まりになってました。で、八女郡の水田村ではですね、こうやってですね、田んぼのですね、こう、稲のですね、生育状況をですね、ご覧になる。で、私はですね、このですね、昭和天皇の、ご巡行のスケジュールをずっと見ててですね、すごいハードスケジュールなんですけど、すごいなと思うんですけど、夕飯食べた後ですね、今度はですね、地元の人を呼んでご進行させるんですね。そう、徳の方がいるじゃないですか。そういった人たちがお米は大切やってますから、天皇陛下の場合、ご進行できるんですよ。これ最高の名誉です。ものすごい激励なんですよ。天皇陛下はお酒一度飲まれないそうですけど、やっぱりね、夕飯食べた後ですね、また、いくらね、お若かったとしてもですね、私はね、すごいなぁというふうにね、感心します。これ、ブリヂストンにもなったわけですね。さて、時間もなくなりましたけれども、私の娘がですね、十数年前に、アメリカの夏のサマースクール、語学研修で、アメリカの高校へ行ってきました。この時の先生がですね、英語の先生がみんなで各国から来るんです。日本、世界中から来てる。世界中の人たちに、高校生に、自分の国の小国島をしなさいって言って。みんな国、ほぼほぼ小国島をするんです。で、これはうちの娘の話ですけども、うちの娘がですね、なんて来ましたんだろう。そしたらね、日本は科学技術がここは立つでしょうって言ったらね、中国人。でも、うちの国は有人飛行船を打ち上げている。日本は有人飛行船を打ち上げてますから。どうですか？日本は平和憲法から自慢した高校生だと、日本人。憲法9条、平和憲法で全然戦争してないって言ったら、韓国の高校生が、僕はこれから日本に、国に帰ったら、撤退になります。平和憲法っていうのは、自分で自分の国を守らないというんじゃないですか。韓国人の学生には。日本はね、本当に古くから文学の栄えたて、自慢した高校生。何言ってるの？ひらがなもカタカナも全部漢字からでしょ。日本の古事記日本書紀よりも2000年も古く、師匠、東京はあったんだよ。中国人の高校生に言われてたのです。一体何を自慢できるんでしょう。日本はすごく歴史の古い国だなと言ったら、エジプトから来た学生がですね、お宅の国より3000年も古く文明が栄えてたんだよ。これを見なさい。アブシンベルという。日本に帰ってきて娘は一体何を誇りにしたいの？僕に聞くんですね。私は娘に言いました。バカだな、お前。アダムとイブの話。日本にもアダムとイブがいたんだよ。いざなぎいざなぎということだ。この子孫が今日本でも日本の国家元首なんだよ。ギリシャのヘレナとゼウス。この子孫がアポロンであり、アキレス。日本で言えばヤマトとケンカになった。その子孫が今の天皇陛下なんだ。これお前自慢しなくて何だろう。ローマ法王と同じくらいになるんだよ。でも、ローマ法王はね、世襲じゃないじゃない。ギリシャの高校生がいたそうです。ね、日本よりはるかに古く芸術品があるんだ。これを見なさい。ミロのピアス見ろと。なるほど、ミロのピアス素晴らしい。でも、ね、これは保たれたらできる。でもね、これ見なさい。月光菩薩、月光菩薩。これはミロのピアスやね、ミロね、保たれたら肉よりも素晴らしいと言われてるんだよ。さらに、これを見に来たんですね。欧米人がびっくりしたの。
この前に置いてあるみかんとかおもちゃは何だろう、もうもうとお線香が立ったのは何だろう、みんなおじいさんおばあさんが手を合わせてる。今ね、サボトラックの人気やったら、ミロのピアノで手を合わせる人いますか、いるわけないじゃないですか。日本では今でもやってるんですよ。このね、ギリシャのね、神殿、この神殿で参拝する人いますか、いるわけないじゃないですか。日本ではやってるじゃないですか、今と。これを爪にするって何爪なんだって。この素晴らしいですね。ね、バンスで一平をですね、崩そうとしてる人たちもいるんですよ。私はね、こういうですね、式典をですね、2683年の式典を毎年やることによって、万世一系を確認して、そして高校生たちにね、世界がどこに行っても恥ずかしくない、日本ほど壊れてきてどこにあるんだ、一体。ところが、この皇室が危機の中、要するに、唯一の皇位継承権、第1位が篠宮殿下、第2位の太子親王殿下。私が心配してるのは、眞子さまの時にあれだけです。メディアで小先輩にやられたみんな日本中が悪い人ですね。じゃあ、佳子さま結婚できないのかと。言うに言えなかったことです。いやいや、瀬戸さんのところにお嫁に来ていますか、小先輩にやられるのかと。美智子さまのことだってみんな逃げ出したんですよ。美智子さま逃げ出してですね、あの時代にですよ、世界一周の方で外国に逃げてたんです、美智子さま。それを行く先にですね、皇太子殿下が電話してですね、日本に帰ってきたらもう、降参しました。雅子さまの手だけをかけて、雅子さまがもう諦めて、分かりました。社長新郎の時に、誰が止めに来ますか。そっとね、静かに、ね、黙ってたらダメなの。こうしたことを取り掛けてダメなんです。最後に、これはですね、皇居勤労奉仕、皇居復勤の奉仕、僕が何回言ったら、この資格も行くんですよ。これ皆さん75歳までは行けますのでね、ぜひ、応募してみてください。皇居勤労奉仕で。こういうふうにですね、両陛下に親しくですね、これは僕じゃないですけど、僕もこんな感じでですね、お話しました。今から、11年前、平成24年のですね、11月に私は、団長としてですね、皇居勤労奉仕に来ました。そうするとですね、こうやってですね、両陛下と親しくお話していくんです。このね、僕らのですね、勤労奉仕の仲間にですね、宮城県からおじさんがですね、僕にそう2つに伝えられるんですけど、この方がですね、1年半前のですね、東日本大震災で家が流されて奥さんが亡くしたそうなんです。だから沈んでるんです。やっぱり当たり前です。まだ1年半です。私はそれを聞いた時ですね、ピーンとですね、アイデアが開けたんです。で、その人に言ったんです。あなたね、僕の人からくっついて離れない、なんといいから黙ってくっついてもらういてですね、私はですね、彼が僕の後ろから話された、彼も僕の後ろに来ていた。で、こういう状況になりまして、僕のすぐ後ろにですね、彼が立った。で、私の亡くなるのは埼玉県から来てましたんで、埼玉県村田さん。当時の天皇陛下は僕に、埼玉から来られたんですか、ご苦労様。でも、宮城県から来たと思いますよって私に言ったんだ。そしたら、宮城県から被災されたんですか、両陛下が聞かれるんで、私が締めたと思ってですね、締めたら残ったといけないから、その男性をぐっと掴んだんです。僕の前に引っ張り出したんです。この方、奥さんが亡くされたんです。家も亡くされたんです。言ったらですね、両陛下が子供もこの二人に、お二人でですね、この人を慰めるんです。子供もだ、この人ですね、ありがとうございますって言おうとしたんです。ありがとうございますと言おうと思って、口をあーっと開けた瞬間だ。うわーっ
来てたんだけど、最初に。その後、このおじさんはですね、すっかり元気ですよね。不思議だから。彼の魂が救われた。彼の奥さんの魂も救われたんですよ。私はですね、こういうね、2700円、どこの国に出してもいい。言うとらない。みんなびっくりします。ね、さっき言いましたけども、ゼウスやヘレナの子孫が今天皇やってんだよ。みんなご紹介してびっくりしました。そしてね、キリスト教も魂を救ってくれるでしょう。でも、陰通じで女の子のね、魂を昭和天皇が救われた通り、救われたみたいに、救ったみたいに、こうやって大震災で亡くなった方の魂も救っていただいている。こんな素晴らしいね、王室、皇室とありますか？大事にしないではないでしょう。と、私は思うんですよ。ぜひ皆さんね、来年も、再来年もですね、この、市民の集いにですね、一人でも多くの方をお連れいただいて、来年はもっといい話が、再来年はもっといい話が、元村社長の指揮のもとですね、お集まりいただいて、盛大に来年もですね、お祝いしていただきたいと思います。ちょうど1時間になりました。ご清聴ありがとうございました。